バナナが最高にパーフェクトな状態です。今絶対美味しい。今日はちょっとバナナスムージー作ります。おはようございます。今日は8月の29日火曜日ですね。もう朝の8時半なんですけど、今日は朝ごはんはヨーグルト、バニラヨーグルト、ギリシャヨーグルトのバニラ味とフルーツグラノーラと、あと蜂蜜上にかけてますね。で、作ったバナナスムージーも一緒に飲んでます。これね、めっちゃ美味しいね。バナナはやっぱ甘いから、アーモンドとの相性がすごい良くて、アーモンドミルクにしたんだけど、入れてるんだけど、アーモンドとの相性がすごい良くて美味しいです。一昨日IKEAで買ったカゴ、こんな感じになりました。ちょっとね、ドラセナちゃんの鉢が若干大きかったからはみ出してるけど、まあぴったりサイズぐらいかな。もうちょっとカバーできるよかったけどね。でも可愛いので良しとします。この間前買ったこれなんだっけ、この木の鉢カバーみたいなやつはこれに使ってるんだけど、これもなんか若干サイズがね微妙なんだけど、まあでもこれが一番ちょうどいいので使ってます。あとはまだまだこの辺の子たちはね、ちょっとまだどこに置くかも決めてないので。見て、バジルちゃん超枯れてるし、もう全部葉っぱ取ったんだけど、なかなか新しい子がねこの辺出てきそうなんだけど、ちょっと微妙で、まあこれは多分育てる用のバジルじゃないから、ちぎって使ったらみんな多分捨てちゃうやつなのね。だからまあそんなに元気じゃなかったからね、もともとなんだろうけど、アロエちゃんは元気ですね。この辺はもうなんかね、水ほとんどあげなくても大丈夫そうだから良さそうですね。みんな元気でも。今日のお昼ご飯は今パスタ茹でてるんで、超簡単だけどミートボールパスタにしようと思います。完成、いただきます。今日は久しぶりにこれ飲んじゃおうかな。これ前日系のスーパーで買ってきたんだけど全然飲んでないので、モカにしよう。今日はこれ飲もうと思います。はい、ということで、もう実は5時になっちゃいました。今また先生後ろで、仕事終わったから後ろで先生やってるけど、なんかね、ずっと最近ハマってやってます。夜中とは言わない、寝る前とかもずっとやってるけどね。今日はお姉ちゃんが、先生のお姉ちゃんがご飯作ってくれるらしいので、私は今日はちょっとお休みなんで、今日はね本当にね何もしてないんですよ。もううだうだの一日で、ネットとかしてたら気づいたらもう5時でしょ。お昼もちょっと遅かったんだけど、1時過ぎぐらいだったから遅かったんだけど、気づいたらもうこんな時間なので。でね、今日はもちくん の毒パック久しぶりに連れてこうと思って、この間行ったのが最後だからね。で今調べてたら、新しくはないんだろうけど、マップで調べたらもう一つ同じぐらいの距離のところ、まあ別に反対が正反対の道に行くんだけど、のところにもう一個ドッグパークがあって、そっちの方がなんか広そうだし、多分電気とかはついてないのかな。いつも行くところは球場のところに設置されてるやつだから、夜でもね超明かりがすごいんだけど、ここは多分あんまり明かりはなさそうだけど、10時まで一応空いてるから、まあ、今はまだ暑いからね、もちくんもまだちょっとなんか、なんていうの、またトラウマになっちゃってても怖いので、あんまりワンちゃんがいない時に行きたいから、まあ、10時ギリギリぐらいに行こうかなとは思ってるんだけど、まあね、まあ、とりあえず後で日が落ちてから行こうかなと思ってます。で、先生が後でなんだっけ、今日はロスに行きたいらしくて、ロスっていうディスカウントショップに行きたいらしいので、後で行ってこようと思ってます。ロス来ました。先生ちょっと見たいものがあるみたいなんで行ってきます。先にだらつい行きました。先生飲み物を買ってるんだけど、見て、ハロウィンのいっぱいあるんだけど、これ超怖くない？めっちゃ怖い。これこのモデルになった人は知ってるのかね。知ってるだろうな。かわいい。なんかお家デコレーションしたいけど、うちらもいるかわかんないかな、こっちに。もしかしたらカリフォルニアかもしれないから。でもいっぱい売ってますね。夜だからあんま人がいないですね。こっちもハロウィン売ってる。ちょっと先生と今話してて、うちらもなんかしようかって言ってるんで、でもなんかそんなにいっぱいしたくないから、ちょっとだけだけど。あ、素敵、素敵なデコレーションがいっぱいある。私は特に買うものないんだけど、ちょっと見ちゃおう。
して盆栽を売ってる偽物だけど、これかわいい、かわいいね。こっちのミニいくらだ、$14。ターゲット来ました。ちょっと柔軟剤とかなんだっけ、掃除用品もろもろないので買ってきます。これめっちゃ可愛いんだけど、ホーローっぽい感じの、でも高い、めっちゃ可愛い。今ゲームコーナーにいます。スイッチのアクセサリーが、うちらケースがないからね、ちょっと見てるけど、まあ、別に今買うわけじゃないからあれなんだけど、いろいろあるね。でもこのなんかでかいやついいなと思って、持ち運ぶっつっても多分カリフォルニア行くときに持っていくぐらいだから、でもなんかこのぐらいのやつも可愛いよね。マリオカートやってないけど、うちら見て、バックトゥースクールのところ 90% オフなんだけど、いくらなのこれ。とかもう多分10円ぐらいで買えるんだろうね、ファイルとかノートとかもめっちゃ安そう。なんか来年の分とか今買えばいいのにねって思っちゃうけどね。必要なものがね、何がわかんないからね。すごい。お掃除のやつはこれにしました。あとこれからちょっと柔軟剤を探します。お菓子コーナー来てます。先生なんか買いたいらしい、チーズボール、 M&M、 チョコレート的な。この間紹介したランチョブルのセクションがありますね。すごい売れてるんだけど、しかも見て、オーガニックだって。こんなオーガニックじゃ意味ないんじゃないのって思っちゃうけどね。なんかすごい不健康そうな感じだし、まあでもないよりはいいのかな。いろいろあるね、ピザのもあるし、なんかオレオのやつもあるし、このなんかパックみたいなのもあるし、なんかこれは違うタイプの、もうちょっとヘルシーっぽい感じのやつもあるし。はい、お疲れできました。ちょっとね、買ってきちゃいました。ロスとターゲットで買ってきたのでご紹介しますね。ロスはいつもお洋服がすごい安くて3着買っちゃいました。 T シャツ、グレーのニットっぽい感じの T シャツで、ここにバラが書いてあるんだけど、こういう感じのT シャツですね。これが$7.99だったかなでした。で、もう一つ同じ$7.99で、これは長袖なんだけど、こんな感じの長袖の、紺と白のストライプの、後ろがね、編み編みになってる長袖のシャツですね。と、で、それは$7.99でした。で、あとね、これも、これをクリアランスのとこにあったんだけど、じゃん黄色、マッキーキーの長袖の T シャツで、ここがちょっと、こう、かわいく、袖がちょっとかわいい感じになってるんだけど、なんかなかなかき、これね、あの文字とか何も書いてない、普通に。少し裾短めのやつなんだけど、こういうのってさ、黄色ってなかなか、この黄色って、珍しいのと思って、この黄色は昔ザラで買ったんだけど、こういう黄色ってなかなかないし、ちょっとまあ安い感じの生地だけど、すごい安かったの。これ元値が$3.49なのかな、それでも安いんだけど、$1.49で売ってたので150円ぐらいで売ってたんで買っちゃいました。まあこれ1枚できるか分かんないけど、まあ冬だったらね、なんかと合わせて着れるので、あのセーターみたいなのと合わせて着れるので買いました。ちょっと夏っぽい色だけど、薄手だし春先いいなと思って買いました。はい、で以上、あ、以上じゃないな、もちくんのおもちゃも買ったんだけど、今遊んでるので、それはまあ、これ買いました。$3.99だったかな、$4.99かな、ここ音が鳴るやつなんでよっです。はい、で次がターゲットなんだけど、まず最初、先生がお気に入りのブラウニーブリッジを買いました。これはね、私たちも大好きでおすすめなんで、私そんなにチョコレート好きじゃないんだけど、
あのこれはねすっごい美味しいのパリパリのブラウニーなんだけど、なんかコストコに売ってるらしいので日本でもね、よかったら食べてみてください。この多分ソルテッドキャラメルは売ってないと思うけど、あの普通のやつでも美味しいので食べてみてください。さっき 90% のコーナーあったじゃん。でね、見てたらね、この2つ可愛いのがあったので買ったんですけど、まず1つ目はこちら可愛くない？バナナの、青にバナナの、なんかこれファイルなのかな、ドキュメントオーガナイザーって書いてある、書類ケースなんだけど、こんな感じで開いて、ここにこう書類だったりまあいろいろ入るんだけど、 OK いっぱいついててね。で裏側もここが開いて、こんな感じで入るんですけど、あで表もここポッケになってます。まあ何かの書類に使おうかなと思って、うん、まあ何かに使うと思って買いました。これねいいよね、こうやって持っていけるしさ、なんかいいなと思って。まあデザインはちょっと若干子供っぽいけど、まあでもいいかな、別にそんなデザインは気にしてないので。こっちもねペンとか入るし、はい。でこれが値段が元値が$9.99だから10ドルぐらいだったのが$2.98だったんだけど、これをねあのお姉さんにこれ 90% のところで見つけたんだけどって言ったら、あそうなんだっつって何も言わずにカチャカチャってやって、結局ねいくらで買ったんだ、ちょっとレシートがないから分かんないけど、確か 90% オフだったか、本当に20セントとかじゃ30セントとかそんぐらい30円ぐらいで買えちゃいました。はい超安いよね、3ドルが100円しないで買えたので30円40円ぐらいで買いました。これはもう大成功です。でそれと同じブランドでこれも売ってたので買っちゃいました。これはただのケースなんだ、ケースというかポーチ、ステーショナリーポーチなんだけど、ちょっと開かないけど、あのあれがついてるからストッパーがついてるから開かないけど、まあ、ただのポーチですね。こうちょっとこうナイロンっぽい感じのポーチで、これはこれ元値が$3.99が$1.98だったんですけど、これも 90% オフだったので20セントぐらいが20セントしないぐらいだったかなで買いちゃいました。20円しないぐらい、超安いよね、100均より全然安いしクオリティいいしっていう。あこれも別に何に使おうって決めて買ったわけじゃないけど、ポーチはいくつあってもいいじゃん。はい、ということでこれからちょっとビログ編集して、今日はちょっとドッグラン行けなかったんだけど10時で閉まっちゃうから、あの意外とねロスで時間かかっちゃったんで、先生もいろいろ探しててで時間かかっちゃったんでちょっと今日行けなかったんで、多分明日行くと思うけど、今日はすごい暑かったからね、まあ、明日も暑いと思うけど、まあまた日が暮れたらあのご飯食べてからって感じかな。はい、ということで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。